キャバクラ嬢白輪リネさん、友達と大阪遊びに行った時に出会った人なんですけど、当時大阪のホストの方で一目惚れしたみたいな感じで言われて半信半疑だったんですけど、1週間後ぐらいに東京に本当に会いに来てくれて、リネちゃんが好きだから東京に住むみたいな感じで移り住んできて、東京にリネさんのために大阪から上京してきた彼の熱意に惹かれ、二人の交際がスタート。大きなトラブルもなく、付き合って1年ほど経ったある日、本当に好きだからそろそろ一緒に住んで結婚しないって感じでプロポーズみたいな形されて、彼からの突然のプロポーズ、さらに結婚を機にホストも辞めると言い、すぐに警備会社への就職も決まった。マジで私のことをすごい大事にしてくれて、すごい嬉しかったです。一生なんか一緒にいれるんだって。希望に満ち溢れていたリネさんでしたが、いざ引っ越しの日が近づいてくると、就職したばっかでお金ないって言われて、その敷金礼金も全部私が肩代わりみたいな、その最低限の洗濯機とかテレビとか掃除機とかまた買ったんですよね。そして迎えた引っ越し当日、彼が持ってきた荷物はこのぐらいの子供用のスーツケース1個で、子供用のスーツケース、それだけ荷物みたいに言ったらこれだけだよみたいな、荷物そんな少ないんだみたいな感じだったんですよね。あまりの荷物の少なさに驚いたのもつかの間、いざ新生活が始まると、1日目からその会社行くのに早めに出て行くんですよね。彼が電車賃もないから歩いて会社に往復で通ってて、引っ越したばっかで Wi-Fi 契約してなくて止まってるから、携帯がセブンイレブンまで行く、フリー Wi-Fi で LINE してくるみたいな感じの、いやこの人本当にお金ないのかなってちょっと違和感すごくなってきて、そして引っ越しから1週間が経った頃、実家に用ができたリネさんは1日だけ家を開けた。ほう。帰ってきたら家がすごい綺麗になってて、なんか布団がベランダに干したって、掃除してくれたんだありがとうみたいな感じで言ったら、挙動不審だったんですよね。布団も別に新しいの買って1週間ぐらいなんで、そんな汚れることもないし、なんで干したんだろうってちょっと気になっちゃって、彼がシャワー浴びてる間にちょっと覗いてみたら、私が帰ったその当日に、今日はありがとう、また彼女いないときお家遊びに行かせてねみたいなの来てて、それはあかん、俺もなるまるちゃんが癒しだわ、それはあかんぞ、返信のやり取りしてて、これもうなんかリアルやな、これもうスクリーンショット、わかりやすすぎる証拠ですけど浮気を確信。これ何って見せたら、ご飯行ったけど泊まるとこなくて、泊めてあげただけでやってないし手繋いだだけって言い始めて、なわけが、二人で結婚しようって借りた家に一週間ぐらいで白の女の子連れ込んで、悲しいのと怒りがもうすごくて、もうその場でもう別れるって思って、このちっちゃいスーツケースにその人の荷物全部詰め込んで放り投げて出てけって言いました。いや偉い偉い、信じていた彼に裏切られたリネさんのもとに数日も知らない男たちが訪ねてきたという。どういうこと？借金取りの人と、なんか弁護士さんと、その彼にお金を貸してるっていう人がどこ行ったか知ってるでしょみたいな感じで責められて、嫌になっちゃって家も1ヶ月半ぐらいで引っ越したんですよね。もったいないな。こうして結婚するはずだった彼との同棲生活はわずか1週間で崩れ去った。はは、いということで、一人目の出品者白輪リネさんです。リネさんありがとうございます。めちゃくちゃ金ありそうな顔オールグッチで、まあ、買取の前に皆さん聞きたいことなどあれば。でも本当にそのホスト辞めて東京引っ越してきて警備会社に勤めたまではね、してくれたんですもんね。嬉しかったです。それはだからどうなんですか、リネさんとほんまに
一緒になりたかったんですかね。いやどうなんですかね。でもなんか並行して浮気してたっぽくて。あもうクソ野郎ですね。そうなんですよ。引っ越し費用いくらぐらい払ったんですか。トータルなんか家具とか家電合わせたら。YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。